にちは。それでは、今日はやろうと思ってたけども、一つ大きな間違いをしていました。いわゆるビデオを撮る角度、前から見た状態では分かりにくいので、同じ目線で見えるようにカメラのセッティングを変えました。それで昨日のおさらいを少しだけやってみたいと思います。で、昨日何やったっけ？テントウムシ。まあ、色は何でもいいから。この上で、バナが中心ということでやってます。で、まず4センチぐらいのボールを作って、これをここにクッと食い込ませて回します。こうして、どちらで止めてもいいです。そして3つ、結構空気送らなくてもいいです。簡単で3、まあ、図面は 3.5 センチって書いてるけども、実際はどうなんでしょう。まあ、4センチぐらいの、これが4センチで、これが 3.5 センチ。まあ、そこは適当でやっていただければ。もうちょっと大きく、これで4つ、この4つを合わせて回す。そしてここの中に入れるぐらいの大きさが、ざっと6センチぐらい。これを、ぐっとこの足の中に入れていく。これをこっちに入れていって、カリッと出して、首をこれ上から見たらね、これが嫌だから、口虫で見えてる。これをちょっと下に入れてやると、これが顔になる。で、これをすぼめて前から見て、これで絵を描いてやるというのがやり方で、もう一つやったのは、とりあえずこの画面の中心でやらないとダメなんですよね。チューリップという、これ、亀さん。亀さんは、一番目はチューリップというの結び目をぐーっと、チューリップはこう真ん中に。でこうやってお花にするのはチューリップ。これをね、わざと真ん中でも少しずらして、中でこの結び目をつかんで、そこでつまんであげる。つまんであげて、指をそーっと抜いて、一応このことを割るときがあるから、で、回す。回すと、これが、
こっちの形を変えて、そしてこの辺はね、3.5 か4センチか、大体そこら辺りなんですよね。大体同じような長さですと、伸ばして、上げて、そして、ここにはめ込むぐらいから、キュッとはめ込むから、この位置ぐらい。それをまた一緒に上げてグッと上げていく。で、こちらこういうふうに下向きに、で、尻尾は。このままほとんどここはね、引っ掛けた、一回引っ掛かってるだけだから、一度、こっちを締めて、動かしておく。もう一度、こっちに出してみて、こんなにたくさんこういう入れすぎない。こういう時は口結びをね、できるだけ小さくしてね。それが。亀のおしっぽ、これ形がよくあるなら真ん中に取るようにしておしっぽにしておくというのがやり方。絵を描くのは一緒ですよね。科学的にまっすぐでなくていいから、これは神さん、ね、で他を描くときは神の頭、まずお花があって、そしてお目にをピッと描いてあげる。で、この間は、そう、赤で、ほっぺを作って、こういう形に、これでいく。こういう形になると亀さんができたというのがやり方でした。で、今日は画面の向きは皆さんと同じ目線、作ってる作者と同じ目線、私と同じ目線でできるようにしました。で、今日は何しようか。あ、そうだ、もうね、順番考え、
考え、何やろうかと考えずに図面の順番通りやります。今日は猫いきます。猫はまずね、10センチぐらい残っておいて、10センチぐらい残すっていうのは、これで12センチ残るのかな。で、ちょっとクッとね、送って、この口結びはね、これ先々の用途のことを考えて、口結びはこれ後ろに空気を送って、で、送って、送って、耳を送って、長くし、送って、長くして。今回は用途があるから長く長い目に取っておきます。まず7センチ、あれ最初に7センチぐらいの作ってアルブを作って3センチぐらい、ちょっとね、ここをね、取って入れてあげます。ちょっとこう紐状になる感じでやって、そしてまたこの上のこれぐらいから作って、合わせます。あ、ここはすごいできたね。で、あとできた。さあ、ここに最初のが小さくなった。どっか破れてる。だんだん小さくなった。空気が伸びたらなくなった。これはダメです。やり直し。失敗じゃないんですよ。どっかに小さな穴が開いてる。これってこれ、こっちは太くてそうでしょ、こうだったんで、クッと握って、同じような台にして、で、ここで、ちょっと空気を送って、さっき、やった、こう回しながら、回しながら、紐状にしておいて、同じ大きさのものを作る。で、この中をまたくぐらせます。くぐらせるという作業は結構多いからね。くぐらせます。そしてで、ここからまた紐状の回しながら、先ほどの口結びとこれと合わせます。それからここで縛るんだけども、
して、さらに縛りにくいから、これでもう手間に2回ぐらい通して、それで止まります。そしてここに小さな、小さな窓。で、足は1.5cm×6cmぐらいの足を作る。で、もう一つ、足を作って、もう一つ。この回す方向はいつも一緒ね。僕は全部右回り。で、こうして、こうしっかり立ってね。ちょうど空気が骨がなくなってきた。小さなピンチピッチを作ってあげます。空気がパンパン。で、これで猫ちゃんの顔を描きます。顔はまずお花は丸というか、下三角形。そして、こういうふうに描いていきます。わかるかな？そして、また、こういうおねるねるが僕は好きなんですよね。ほとんどこういうおねる、あ、ちょっとデータになります。こういうおねるが好きで、これで、お口のところに、およそ、赤くなります。これでほら猫ちゃんです。ただこれ猫ちゃん。ちょっとね、もう少しマシコしようとするとね、この腰っぽいね。こういうふうにした。こういうふうにして、はい、こうかな。猫ちゃんらしく。はい、これで猫ちゃんにできるかな。お顔も可愛く描いてあります。これも一本でできます。空気の量は少し、ここパンパンですけども、残ってもギュッと絞って、丸くしてから尻尾を曲げる。意外とこっち尻尾をこういうふうにね、猫が歩くときに、こういう尻尾を上げながら歩いている状況をよく見ます。かわいいスタイルで猫ができます。これは、もっと、カメラに見てようか。上向いている状態で。はい、これで猫の出来上がり。今日は一応ここまで。ということで、じゃあ、どうするの？はい。バイバイ。バイバイ。さよなら。さよなら。さよなら。